が、兄の松尾ひろきと申します。弟の松尾ゆうきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はお集まりいただきありがとうございました。今日はですね、まあ、テーマとしてはちょっと見にくいかもしれないですけど、皆さんと楽しい時間を過ごしていきたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。そうですね、今日はここのスペースをお貸ししていただいた、高橋さんとあとトレーナーの佐山さんにご協力いただいて、美味しい料理とかも食べれるようになってますので、まあ、皆さんで楽しい時間を過ごせたらいいなと思います。よろしくお願いします。で、今日のイベントとしては、まあ、ナイトパターゴルフということで、まあ、ちょっと普通のゴルフとは違うと思うんですけど、あえてこうちょっと斬新さを含めてこういうイベントを、今日で3回目の開催になるんですけど、まあ、ちょっと見ていただくとこんな形でボウリングみたいな感じなんですけど、最後にちょっとミニゲームをチーム戦でやろうかなと思ってまして、まあ、BGM とか音楽をかけながら楽しいノリノリな感じで皆さんで楽しめたらなと思いますので、そんな今日はイベントになっております。やっぱりこの、イベントをやろうと思ったきっかけとして、やっぱりゴルフってものを、まあ、少しでも多くの方に楽しんでいただければなと思って活動を始めました。ゴルフの、魅力とか楽しさ、僕的に思うゴルフの楽しさといったら、やっぱりたくさんの世代の方と交流ができたりだとか、自分と向き合ってこうしっかり理解することができたりだとか、うまくなりたいと思えば思うほど健康意識が高くなるっていうのを僕自身実感しているので、こういったゴルフの魅力が詰まっているので、少しでも皆さんに伝えていけたらいいなと思ってイベントをさせています。他にもですね、活動がですね、今年の1月から2人で、YouTube の始めまして、これもやっぱりゴルフが楽しいっていう動画を載せてますので、よかったら見てみてください。他にはですね、オンラインサロンを最近始めまして、後ほど詳細は詳しく説明させていただきます。あとは普及活動のイベントですね、この活動もそうなんですけど、他にもさまざまなイベントを開催しております。あとはゴルフライフコーチも僕個人なんですけど、レッスンの活動もちょこちょこですけどさせてもらってます。これがですね、オンラインサロンなんですけど、月会費制で500円払っていただくと、ここでしか聞けない話とか、ゴルフについてとかですね、あとは定期的にこういったイベントとかのご招待だったり、あとはクラブ選びの時のご相談だったりとか、あとは僕とかゆうきにですね、いつでも相談できる質問ボックスっていうのがあって、そこでいつでも会話ができるようなシステムになっております。こちらが、イベントの活動になるんですけど、ゴルフサークルだったりだとか、あとは右上のがナイトパタゴルフですね、前回やったので、下は仙台のパンケーキ屋さんミツバチさんってご存知の方いると思うんですけど、コラボさせていただきまして、パンケーキ屋さんでパタゴルフをやるというイベントも、させていただきました。こんな感じでいろいろ活動やってますので、後ほど何かあればご質問とします。今日の流れなんですけど、まず最初にレッスン、ということで、ちょっと肩を体験していただくっていうのが30分で、チームにちょっと分かれていただいたと思うんですけど、自分の色と同じ肩同士のチームで、最初の前半じゃあ青チームからいきたいと思います。青チームの方は先にレッスン30分やってもらって、赤チームの方はお食事とかコーヒーを楽しんでいただいて、あと30分経ったら降下という形になってます。それが全部終わりましたらですね、フリータイムということで、パターンマットも3つありますので、自由に練習していただくなり、食事を楽しむなり、いろいろ雑談ですねしていただいて、最後にミニゲームで団体戦と個人戦をやりたいと思います。今日はちょっとざっくりですけど、この流れになってますので、よろしくお願いいたします。はい、ではゴルフの原点でもあるパターゴルフを皆さんで楽しみたいと思います。今日はよろしくお願いします。お願いします。